ました。ありがとうございます。早速でございますが、2019Cビリーブスカップなでしこジャパンのアメリカ遠征メンバー発表会見を始めさせていただきたいと思います。冒頭監督高倉麻子よりメンバー選出の意義ですとかこの活動の意図等をお話申し上げます。監督よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今回このCビリーブズカップにまず参加できること大変嬉しく思います。まあ、今チームを見てみても世界のトップレベルにあるチーム、それもちょっとタイプの違う3チームとこのワールドカップイヤー の最初に、まあ、大会でぶつかれるというのは日本の今持っている力、そしてまあ、ワールドカップで勝つために何が必要かということを見極めることができるんじゃないかと思って、私自身も非常に楽しみにしています。選手自身も自分自身のプレーの良いところ、そしてまあどんなふうに戦っていけばいいかというのの非常に貴重な学びの場になると思いますし、チーム選手ともこの大会を通じて大きく伸びていけるんじゃないかなというふうに感じています。まあ、メンバーに関してですけれども、皆さんのお手元にある資料をご覧になっても分かると思いますけれども、比較的新しい選手が多く、また若い選手が多いとお感じになると思いますけれども、これまでたくさんの選手を選出してきた中でいろんなチャレンジをしてきましたけれども、現在この選手たちがワールドカップに向かっていくのに貴重な戦力となりうると考え、またこういった世界のトップとやるときにどのような力を発揮してくれるのかというのを試す時でもあると思いますので、期待を込めて見てみたい選手を多く選んだというふうなところもあります。ただ私たちはチャレンジキャンプ含めて総勢50名ぐらいをやはりメンバーと考えて、最終的にはワールドカップに連れていくメンバーはベストコンディションのパフォーマンスの高い選手を最終的に選んでいこうというふうには考えています。まあ本当に貴重な経験になると思いますし、まあ各チームともワールドカップに向かっていろんなことを試してくると思いますので、まあ、分析含めて、まあ、いろんなチームの、まあ、アメリカらしさ、イングランドらしさ、ブラジルらしさというのを、まあ、日本らしさ、私たちはそのらしさをどういうふうに出していけるか、または戦うときには相手のらしさをどうやって潰していくかということもしっかり分析していきたいと思います。はい、それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問ある方挙手いただきまして、マイクをお持ちしますので、会社名お名前に続きましてご質問いただければと思います。ご質問いかがでしょうか。それではこちら最前列の男性の方お願いします。マイクを持ちます。日刊スポーツの松尾です。メンバーを見ると前線の特に選手、岩渕選手だったり田中選手だったりが、今回メンバーには名前がないのですが、先ほどの話ですと現状こうチャレン、貴重な戦力になりうる選手たちを選んだというお話だったと思うんですが、今監督はベストだと考えていらっしゃる、選考した結果お二人も外れているというそういうことなんです。まあ、今ここにあるメンバーに今回選んだ選手、選ばなかった選手いますけれども、若干コンディションのところもあって名前を入れてない選手もいますし、実際にちょっと今まで見てきた中でここにいる選手をよりこう試してみたいということで名前が外れている選手もいます。はい、続きましていかがでしょうか。こちら三千円の男性の方お願いします。講談社山ですけども、まあ、若手を試してみたいという話さっきあったと思うんですけども、例えば日テレの遠藤とか浦和の南って、まあ、比較的リーグ戦でも、ね、そんなに
たくさんは出てない選手なんですけども、そこら辺はその選んだ、もちろん試したいというのはあるんでしょうけども、まあ、それ以上になんかもう少しいいところを見つけたからだと思うんですけども、あともう一つ日程が中2日じゃないですか。そうすると、やっぱり試すということもあって、ほぼ全員この試合に出させてみるというお気持ちがあるのかどうか、そこら辺をお聞きしたいと思います。はい、まあ、最初に出た2人に関しては、まあ、おっしゃるようにリーグでのその試合数というのは多くはないとは思うんですけれども、やはりアンダー20そのも含めてその前から見てきている中で非常に力をつけてきているなということを感じていますし、実際合宿に呼んで代表選手とパフォーマンスをこう一緒にする中で十分やっていけるなというふうに手応えがあったので、まあ、今回名前を入れています。それからまあ今の日程が詰まっているので全員をという話ですけど、もちろん連れてった選手はいろんなバランスを考えながら全員やはりグラウンド上には立たせて、まあ、先ほど一番最初の話出ましたけど、選手自身もどんなパフォーマンスが通じてどんなことがやはりもう少しこう力を上げていかなければいけないなっていうのを私自身も見ていこうと思いますし、選手自身にも感じてもらおうというふうに思います。続きましていかがでしょうか。はい、そちら男性の方お願いします。共同通信の大沢と申します。よろしくお願いします。三宅選手と坂口瑞穂選手の、はい、国内だけの帯同ということですけれども、その理由を教えていただけますか。はい、先ほどもちょっと話出ましたけれども、まあ、彼女たちは今までも代表に入ってきた選手ですけれども、ちょっとコンディションのこともありますし、あまりやはり今回の大会は強度の高い大会になってくると思うので、まあ、今無理をしてこう連れて行っても難しいところもあるというふうに判断をして、ちょっと今回は J ビレッジだけで自チームで調整というふうな形にしています。その他いかがでしょうか。はい、それでは最後方の男性の方お願いします。日本テレビ池上と申します。お願いします。今回最年少で選ばれた遠藤選手についてのの期待っていうのをどれぐらいの期待があるのかっていうのを教えてもらえますか。どれぐらい、まあ、全員に大いなる期待をしているので、まあ、遠藤選手若いので特に注目はされると思いますけれども、まあ、グラウンドに立った時点ではもう年齢関係なくパフォーマンスのところで判断をしていますので、ただまあ、左利きですし、まあ、年齢は若いですけれども物おじしないでプレーができるので、まあ、そういったところも発揮してくれたらいいかなというふうに思います。続きまして中央の男性の方お願いいたします。こちらからマイクを持ちます。時事通信の宮田と申します。よろしくお願いします。ワールドカップまであまり時間がない中ですけど、ワールドカップの大会も今回 の, そのメンバー選考がある程度ベースになってくるのかということをお聞かせ願いたいんですが。今回のこの海外遠征の3試合と、まあ、そのあとフランス遠征もありますので、その2つトータルで、まあ、いろんな選手を、まあ、試すというか、まあ、ベースはもちろん頭の中にはありますけれども、まあ、いろんな選手たちを呼んで使う中でチーム戦術っていうのは選手が理解をしていると思いますので、まあ、そこからこうあまり固定して形を決めるというよりは、まあ、余白をたくさん残しながら選手の伸びしろで、まあ、その余白を埋めていってもらったらいいのかなというふうに思っているので、とにかくグラウンド上でのパフォーマンスを見てまた絵はこう描いていきたいなというふうには思います。その他いかがでしょうか。はい、こちらの男性の方お願いいたします。読売新聞の平地です。よろしくお願いします。アメリカとイングランドとブラジルって本大会でも結構大事な局面で対戦する可能性のあるチームですけれども、はい、今回対戦するにあたって結果を重視していくのか、
それとも日程も詰まっていることもあっていろんな選手をまんべんなくどういう試合の状況でも使うっていうことをより主眼を置いていくのか、大会に臨むにあたっての位置づけをお聞かせください。はい、どの試合でも私自身は負けるのは嫌ですし、とにかくベストで戦うという気持ちはありますけれども、大事なのはワールドカップでやはり勝ち進んでいくということであり、選手がこの大会を通じて伸びていく、チームが伸びていくということだと思うので、その辺大会に入った中で様子を見ながらやっていきたいと思いますけれども、あんまり小細工せずに目の前の試合に集中して全力で戦っていくというスタイルで、なおかつそうですね、あまり全てを出してということではなく、いい塩梅でやれたらいいなと思います。その他いかがでしょうか。こちら男性の方お願いいたします。朝日新聞の堤です。よろしくお願いします。先ほどメンバー選考の中で余白を多く残しておきたいとおっしゃってたと思うんですが、この後のフランスドイツ遠征もですね、アメリカの結果以下ではメンバーを少しベースになる部分も変えていこうというふうに思ってらっしゃるんでしょうか。そこら辺の、結果次第ではあると思うんですが、どのようにお考えでしょうか。おっしゃるように選手のパフォーマンス以下では、今回ここに名前のない選手の力というのはある程度把握しているところもあるので、少しこう変更しながらということはあると思いますけれども、先ほども話は出ましたけれども、本当に6月の初戦に向かってチームが動いていく中で、パフォーマンスが上がってくる選手もいますし、なかなかその力を持っているものを発揮できない状況になりうる選手もいると思うので、なおかつチームのその形の中で、形というかその作っていく中でどういう組み合わせがいいかということを考えていくと思うんですけれども、その辺も考えながらの総合的な判断にはなってくると思います。はい、続きましていかがでしょうか。よろしいですかね。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちましてメンバー発表会見を終了とさせていただきます。今日はお集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。